皆さんこんにちは、日賀まなみです。パナソニック神戸工場にやってきました。本日は神戸工場にお越しいただきありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。で、本日は日賀さんにデッツノートのタフさを体感いただこうと思います。はい、どうぞこの上にお座りください。本当に座っちゃっていいんですか？大丈夫です。怖いですけど。まだまだ大丈夫です。開いて動くかどうかです。あ、大丈夫ですね。よかった、よかったです。すごいですね、丈夫ですね。赤いボタンを押して EC を落としていただけますか？え、本当に大丈夫なんですか？いきますよ。大丈夫かどうか見てみましょう。本当に大丈夫ですか？はい、こちらのように動いてます。大丈夫でした。よかった、すごいですね。レッツノートは何度も落下させて耐久性を確認しています。キーボードのボタンが毎日の操作でも故障しにくいように実際に何度も押しながら検査をしています。よく使う大事な部分ですもんね。はい、モバイルパソコンで負担のかかりやすいヒンジ部分、その耐久性を試すテストを繰り返し行っています。長く使うから実は大切な部分ですね。こちらは工場併設の10メートル電搬室です。ここでは電磁波が他のモバイル機器などに影響を与えないかチェックしています。不思議な空間ですね。こちらの QR コードを使って品質管理システムを構築しています。へー、徹底管理されてるんですね。 QR コードを使い、すべての工程から製造後の修理まで管理することで高い信頼性を保っています。基板から組み立てまで精密作業が得意なロボットと経験豊富なスタッフが一緒になってより精度の高い製品を作り上げています。こうやって品質の高い製品が作られているんですね。神戸工場は91年からずっとお客様のさまざまなニーズにお応えするため、開発現場と生産現場が一体となったものづくりを実現、より早くより高品質な商品を神戸からお届けしています。メイドイン神戸、それは高品質の確かな証でした。皆様のもとへお届けします。パナソニック。